先日ほうれん草のくるみ和えという動画を上げようとしたら、動画再生の時間が長すぎてうまく編集できませんでした。今日はほうれん草のくるみ和えをお伝えします。今日も動画を見てくださってありがとうございます。では、くるみを潰します。ほうれん草を茹でています。よくくるみを吸ったんですよ。そこにこのね、お煎茶ね、お煎茶、お茶を入れていきます。ちょっと入れて混ぜる。見て、白くなってるな。このね、お茶をちょっと足していくんですね。お茶を足すとカテキンの作用で、茶色かったくるみがね、真っ白になる。すごいでしょ。ちょっと入れてみようか。ふわっとするから、ちょっとカテキンの最後でくるみが真っ白になりますね。なんか料理は科学だね。お酢を見ながらやっています。すごいでしょ、こんな感じ。そしたら、ちょっと、本当だったら白い方がいいかな。砂糖きびの砂糖使ってるから、本当に砂糖をちょっとだけ入れて、あとは塩。塩少し入れようか。はい、白のくるみ和えができました。そこにほうれん草ね、
茹でてちょっと切りました。ほうれん草を和えます。片手で何しろする、やるから大変。あとは唐揚げも作ります。